次に山田克彦君はい、山田君立憲民主党衆議院議員の山田克彦でございます小泉大臣どうぞよろしくお願いいたします、えー、まず技能実習生の制度改革についてです日本は農業介護建設などあらゆる分野で深刻な人手不足です少子高齢化加速する日本の経済社会において外国人の方々の労働力は絶対に不可欠でございます そのような中有識者会議からの提言も踏まえ政府は現行の技能実習制度を廃止し人材確保と人材育成を目的とする新制度の創設という大きな方向性を示されました有識者会議は今後具体的な制度設計について議論をし今,今年秋をめどに最終報告が取りまとめられるという状況ですもう時代は変わり発展途上国の外国人の方へ 日本の技能を伝えるといった、そういった国際貢献を目的とした制度は、今の現場の実態とはあまりにもかけ離れている、こういった制度矛盾が解消されるということは、あるべき制度改革だと思っております。私たちの国が外国人の方々に選ばれる国であるために、さまざまな課題が現場にあります。私自身今年7月地元長崎県の農家さんを訪ねてそこで働く ベトナム人の技能実習生の皆さんから直接話を伺うことができました、今の日本の制度で変えてほしい点はありますかと尋ねたところ、ベトナムの私の友達は本当はもっとたくさん日本に来たいと思っていると、しかし最初に100万円くらいのお金が必要で、そのお金がなくて日本に来れない。 これこそまさに当事者の生の声ではないでしょうか大きな借金を抱えて日本に来る実習生またその借金もできずに日本に来たくても来れない外国人の方々が多数存在していますまず最初の入り口であるこのハードルを解消していかなければなりません政府はどのような対策を行うのでしょうか大臣お聞かせください小泉法務大臣 ご指摘の点でありますけれども、入管庁が昨年7月に公表しました技能実習生の支払い費用に関する実態調査によれば、技能実習生が母国で借金を抱えて来日するケースが一部に存在するということが明らかになりました。不不当ににに高額ななな手数料を徴収するなどの不適正な送り出し機関等については確実に制度から 解除しなななければならないと考えております、まあ、そのために、技能実習制度においては、現在14カ国と2国間取決めを作成しておりまして、不適正な事案を把握した場合には、この枠組みを通じて、相手国に通報して調査を依頼し、その結果に基づき、送り出し機関への指導や認定取り消し等を求めているところであります。そしてご指摘のように有識者会議でも 議論が重ねられておさまざまな論点がありますけれども、外国人の負担の軽減を図るという観点からは、送り出し機関に支払う手数料を受け入れ機関と外国人が適切に分担する仕組みを導入するなど、まあ、これが最終報告書のたたき台に、えー、掲げられておりまして、これをもとにさらに議論を進めていく、まもなく取りまとめが行われる、まあ、そういう状況でございます。 山田君はい資料1を、えー、ご覧ください、これは実際に今、大臣からもあったとおり、政府がアンケート、当事者の方々の実態調査を行っているということです、実に送り出し機関に、えー、日本に来る前に平均54万円も支払っているとで、相手国の送り出し機関と日本の管理団体と本来、直接契約であるべきですよね。 しかし、仲介者に費用を払っているケースが多数存在していると、これがいわゆるブローカーの正体かと思われます。この場合、ベトナム人の方々は、送り出し期間に60万円以上、さらにこういったブローカーに40万円以上、つまり100万円以上支払っているということになってしまいます。こういった仲介手数料を不当に取っている業者への取り締まり強化。 これが大変重要な制度改革だと思っております。改めて、このブローカー対策、どのように行うのか、お聞かせください、はい、小泉法務大臣、はいまあ、先ほどの答弁とちょっと重なりますが、技能実習制度において、14カ国との間で2国間取り決めを作っております。 でそこにブローカーの介入という問題が出てきますけれども、不当に高額な手数料等を徴収するなど、不適正な事案を日本側が把握した場合には、この枠組みを通じて、相手国政府に通報して調査を依頼し、その結果に基づき指導や送り出し機関の認定取り消し等を求めております。まあ、私も関係各国の大使とできる限り面会をして、えー、この問題を指摘し、 協力を依頼をしているところでございます。各対象の認識も大変深いものがあります。状況を憂慮されている方もま大勢いるわけでありまして、そうしたあの各レベルで連携を取りながらこの二国間のスキームを十分に活かしたいというのが一点です。もう一点は国内においてこの制度を共感する厚生労働省や外国人技能実習機構。 との連携国内での連携、まあ、これも強化する必要があると思っておりまして、えー、相手国政府との協力関係をより緊密にし、不適正事案に対して、まあ、厳正にこうした関係機関と協力関係を深め、相手国政府とも協力関係を深め、一層密に不適正事案に対して、厳正に対処していきたいと思っております山田君、はい。ありがとうございます。 外国人の方々から日本を選んでもらうためには、やはりこういった初期費用、また不要な支出、こういったことを抑えていかなければなりません、不正業者の排除、これ、徹底して行っていただくよう、改めてお願い申し上げますで、書面アンケートへの取り組み、大変素晴らしいことだと思います、で、私自身も直接話を聞いて感じたんですけど、おそらくそのベトナム人の方々は、えー、ブローカーなりに払っている可能性が高いなと思ったんです。で 書面だけで聞き取るんじゃなくてです、ね、例えば書面、アンケートに協力いただいた方々には、個別にヒアリングをしてで、実際にどういった経緯で、どんな業者にそういった仲介手数料を払っていたのか、こういう追跡調査も有効ではないかなと思いますので、ぜひご検討いただきたいと思っておりますが、大臣、いかがでしょうか、はい、小泉法務大臣。 昨年7月に公表した実態調査ですね、それをさらに深掘りをすると、そのご本人まで到達するような形で情報を取る、まあ、確かにご指摘理、一理以上あると思います、はい、大変大きなご指摘だと思いますので、えー、実行できるかどうか、まあ、適切に検討したいと思います山田君、はい。ありがとうううございいますそそしてもう一つ、えー、そういった 実習生の方々の負担ということから言うとです、ね、初期投資だけじゃなくて、毎月毎月の管理費、こういったことも大変重くのしかかってきます、実際に受け入れ先企業の複数の経営者の方々から話を伺いました、本来であれば、時給1500円くらい支給していると、しかし、実際には、最賃ぐらいの時給になってしまうんだという話を聞いて、その理由を尋ねました。 住環境、こういった初期投資を自分たちで行っているだけではなくて、毎月管理費として1人当たり2万円払っている、また別の経営者の方からは、管理費を3万円払っていると、でこういった受け入れ企業にとって、管理団体がその管理費をどのように使っているのかっていうのも不透明であると。 実習生に対して、外国人の方々の日本での住環境をより充実させることができて、仕事のモチベーションが上がるんじゃないかという現場のご指摘をいただきました、つまり日本人の方であれば、社会保険料と給与、それに外国人であれば、プラス管理費ということが加わってくるわけです。これはどううしてても企業経営者者のの方々ににとってはそういっそいた外国人の労働者の対する賃金に 影響すするののは当然の話になってきますこういった管理費、ばらつきがあるということも問題だと思っています。で、資料2に示してあるとおり、こちらもアンケートから、平均的な毎月の管理費っていう平均値も算定されています。こういったことを踏まえても、国の方で単価を設定していくとか。 また、技能実習生の処遇改善のために、受け入れ企業のこういった初期投資や毎月の管理費をすべて受け入れ企業が持たせるんじゃなくて、公的に支援していく仕組み、必要ではないでしょうか、はい、小泉法務大臣、はいあの。技能実習法令上、管理団体は、実習実施者から実費に限って、 えー、事務省令で定められた適正な種類および額の管理費をあらかじめ用途および金額を明示した上で徴収することができるとされており、当該費用を技能実習生に直接または間接的に負担させてはならないと、まあ、こ,こ,こ,ここだと思いますね。先生があの委員がおっしゃるのは、ここに大きな問題がこうあるのではないかというご指摘だと思います。 まあこうした仕組みを実行あるものとするために、幹事団体に対して年1回の頻度で立地調査を実施をしております。また、幹事団体が保管する書類等を点検するなどして、幹事団体が管理費をあらかじめ明示している、あるいは徴収される費用が実費の範囲内であるということを確認するなど、適正な運用が確保されるよう、しっかりと対応しているところでございますが、有識者会議での まあ議論もやはりりここに及んでおります有識者会議の最終案の一つ手前のたたき台の段階では、こうしたその悪質な、まあ、適正ではない、適切ではない団体を排除するために、幹事団体の許可要件等の厳格化も必要ではないかという議論が出されまして、まあ、そうした方向を向いて、えー 今議論が進められているところでありますしっかりその議論の経緯も認識、踏まえながら、今後、われわれができることについての検討を適切に進めたいと思います山田君。ありがとうございます。受け入れ先企業の負担を軽減するための公的支援、はいかかがでしょうか、はい、小泉法務大臣。 あのー、そのご議論、通告をいただいて、いろいろ調べたんですが、まだその裾野が広がっている状況ではないと思います、さまざまな方面からまた先生のご指摘もよく念頭に置いて、さまざまな方面から意見をよく聴取してそして検討したいと思います山田君、はい。ありがとうございます。この多額の借金を抱えて日本にまず来ると、で最低賃金レベルの給与から借金返済を強いられて、生活苦に陥っていく。 そして生きるためにより稼げる環境を求めて逃げ出してしまう、そういった方々がオーバーステイになり、在留資格がなくなり、入管庁へ収容されると、この負のスパイラルを生まない有効な対策が、まず入り口段階での実習生の受け入れ、そして受け入れ先企業の費用負担の軽減だと思っております。こういいった改革ななくししてはは外国人との真の真共生社会は実現しない大臣も ぜひですね、私も当事者の声を聞いて大変学びがありました、あの大変公務でお忙しいと思いますが、なるべく当事者、現場の方々の声、直接聞いていただけないでしょうかか大臣いかがですか小泉法務大臣。はい、もちろん、そのように務めたいと思っております山田君。 はいありがとうございますこれをご覧いただいている当事者や現場の方々大変勇気づけられたと思いますぜひお願いいたします続いて技能実習生とも大変大きく関係していきます日本語学校を推進していくと今年5月に新たな法律が成立しました日本語学校のテーマは以前も本委員会でも質疑させてもらったんですけれどもこれ立ち上げの際に今の 制度上国事許可、満たないと評価されたときに、電話一本で済まされると、書面で提出するべきじゃないかということを質問させてもらいました、で、えー、こういった日本語学校の設立に関する問題点、えー、検討すると、当時、法務省を言っていただいたんですが、どうなっているでしょうか。え本田文部科学大臣政務官 最初法務省ですそれでは出入国在留管理庁丸山次長お答え申し上げます現状におきましては、委員ご指摘のとおり、国事計算に関する事前の行政相談の結果については、文書でお答えしておりませんが、口頭により、結果の具体的な内容を丁寧に説明するに努めているところでございます。 国事経済に関する結果本説明につきましては、現在、文部科学省と連携して,検定して検討しているところでございます。引き続き対応を検討してまいります山田君。じゃあ,あの、文科省の方からもよろしいですかそれでは本,本田文部科学大臣政務官お願いします山田委員にお答え申し上げます。あのま 前回の3月8日に衆議院の法務委員会でもご質問をいただいておりまして、ありがとうございます。で文科省ののあの見解でございますけれども、来年4月より施行される日本語教育機関認定法では、文部科学大臣が定める認定基準等を満たす機関を認定することとしております。審査の結果、不認定とした場合には、その理由を電子システムを通じて、記録に残る形で通知を すする予定でございます本制度では、独自の不服申し立ての仕組みは設けてはおりませんが、年に2回の申請期間を設ける予定であり、不認定の理由を踏まえた改善を図った上で、再度申請いただくことが可能となっております山田君。はい、ありがとうございます。公平で透明化されて、本当にいい改善がなされていると思います、どうぞよろしくお願いいたします政府はデジタル社会を推進しています。 日本語学校においてもオンラインまたはオンデマンド授業を認めていくべきではないでしょうか。ほ本田文部科学大臣政務官、お答え申し上げます。まあ本認定制度の認定基準につきましては、まあ現在文化審議会において議論が行われており、留学、修学、生活の三つの分野別に教育課程を審査し、日本語教育 日本語。 日本語教育機関を認定すする方向で検討が行われておりますこのうち、就労や生活の過程を置く期間については、仕事や生活との両立の観点から、各教育課程の4分の3を上限に、オンラインでの事業を認めるべきとの方向性が示されております。他方で、留学の過程につきましては、基本的に進学準備教育としての日本語教育を我が国で受けることを目的とした、在留 内留資格を得て入学する留学生に対して教育を行うものでございますまそうした対面での教育を望んで来日される留学生の希望や教育の質の観点から まあ原則ととしててオンンライン事業は認めなない方向性となっておりますえただし、まあ、留学において、まあ、ゲストスピーカーがオンラインで授業に参加することや、感染症の拡大や、まあ、災害時に、臨時的にオンライン授業を活用することは、まあ、可能とするべく、まあ、検討を進めているところでございます山田君。はいありがとうございます。 法改正によって教育の質より求められていきます今後法務省から文科省へこの日本語学校所管が変わっていくにあたってどのように日本語教育変わっていくんでしょうか本田文部科学大臣政務官 すいませんあの先に、あのあの問いにののご質問の,あの今ほどの,あの訂正を申し上げます、あの先ほど私、あの留学、就労とあ、就学と申し上げたんですが、留学と就労の間違いでございます、大変申し訳ございません。 その上であの、まあ、今のご質問に関、教育の質についてのことでございますけれども、在留外国人が増加傾向にある中で、日本語教育につきましては、一つ、あの教育の質の確保のための仕組みが不十分である、また、専門性を有する日本語教師の質的、量的確保が不十分といった課題が指摘をされております。 また現行の法務省国事機関制度では、教員や教育課程の質等についての課題が指摘をされております。このため、日本語教育機関認定法においては、日本語教育機関を認定する制度を創設し、認定機関での日本語教育課程の編成のための指針を策定することや、 まあ認定日本語教育機関で日本語を指導することができる日本語教員の資格制度を設けることとしておりますまあこれらを通じて日本語を学ぶ外国人がそれぞれが必要とする日本語能力が身につけられるよう教育の質の確保を図る仕組みを実現してまいります山田君ありがとうございます資料三をご覧ください 来日後、技能実習生には現行入国後講習というものを受けなければならないとされています。受講義務のある日本語授業は、現在、無資格や無経験のボランティアの方が数多く実際行っていると、さらに資料4をご覧ください、その日本語の授業の時間数は任意とされています。つまり 今の制度上を無資格の人が教えられる上授業時間のノルマもないと、これでは先ほど本田政務官がご説明いただいたように、法改正をして教育の質を上げていくんだと言われていますが、就労現場において大変重要です、日本語学校、最初に日本に来て学ぶと。この時に、やはりこういった内容ではばらつきも出てくるし、スキルもなかなか身につかないんではないでしょうか。なので日本語 教育のおいて、就労分野においてもです、ね、積極的に日本語学校、この利用を推進していくべきだと考えておりますが、いかがでしょうか、はい、小泉法務大臣。現行、はい、制度では、日本語教育を行う者に対する要件。 として特に資格等を求めていないのは事実でございます。また入国後実習先での就業前に座学による対面による入国後講習の受講を義務付けておりますが、まあ概ね 100, 100時間程度のところが多いようでありますけれども、最低時間数というものもま定めていないわけでございます。まあ、その他の措置もありますけれども、この有識者会議でもこの点についてやはり議論がありまして。 必要最低限の日本語能力を有することや、その向上を図ることが、ますます重要になっているのではないかという議論が行われました上で、日本語教育の、日本語能力の向上方策について、議論がさらに進められております。具体的には、最終報告の叩たたき台において、継続的な学習による就労開始前、特定技能1号移行時、 および特定技能2号移行時のそれぞれの段階において、日本語能力の向上、まあ、具体的には試験、あるいは能力相当の講習、こういったものを義務づけるべきではないかという提言が示されているところでございます。えー、こうした提言をしっかりまた、議論の進捗を踏まえながら対応していきたいと思います山田君、はい。ありがとうございます。 ぜひです、ね、これから地域に日本語学校がどんどん推進されていく流れの中で、積極的に技能実習生、外国人労働者の方々にも、日本語学校を活用いただくように、えー、どんどん進めていただければなと思っております。で、えー、もう一つ質問したかったんですけれども、ちょっと時間が迫ってきたので、この日本語教員試験についてなんですけれども、これ、質を確保するために、 今後、視覚性にしていくっていうことは、大変重要なことだと思っております。しかし、一方で、現場はすごく人手不足で、今現在、人手不足で大変な状況で。こういった、その視覚性にすることのハードル、上がっていくと。現場が混乱する可能性があります。なので、こういったこう試験のハードルっていうところは、現場の実態を踏まえて。必要な方々に、日本語教育が提供されるような配慮を。 まあ合格基準も含めてですねお願いしたいというふうに思っております。では次のテーマに移ります。在留資格のない外国人の子供たちへの特別許可についてです。今年8月斉藤前法務大臣は記者会見で、日本で生まれ育った在留資格のない外国人の子供について。 親に国内での重大な犯罪歴がないなど、一定の条件を満たせば、在留特別許可を与え、滞在を認める考えを示されました。大臣はこの中で、日本で生まれ育った在留資格のない子どもについて、子ども自身には責任がないのに、不便な生活を強いられており、何とか救えないかという思いで真剣に検討してきたと、これから日本で安心して生活して、夢を実現してほしいと述べられました。 大変素晴らしいご英談でこういったことが進むことに多くの人たちが勇気づけられていると思っております確認です斉、まあ、藤前法務大臣このような言及がありました小泉大臣もこの方針受け継ぐということで間違いないでしょうか小泉法務大臣はい。あの斉藤前大臣があさまざま な考えを巡らせたど、えー、り着いた結論でございます、えー、在在入国在留管理行政の維持また一方で子どもたちの幸せそのバランスの上に取られた大変大事な政策だと思いますので私ももちろん引き継いでまいりたいと思います山田君ありがとうございますでその上で現在の進捗 状況なんですけれども、まあ、これまで,です、ね、こうした子どもたちは、住んでいる都道府県からの移動とか、アルバイト、こういったことが制限されてきました、特別許可が与えられることによって、その制限が大幅に緩和されると、これは一日でも早く、一人でも多くの子どもたちへ、当たり前の、私たちの国で当たり前の自由を与えてほしいと。 切に願いますその上で、この201人の対象者がいるということですけれども、今現在、どれくらい連絡が取れて、実際に面談もできて、在留特別許可を与える見込み、こういった進捗状況を現在お知らせください <S, S 入国在留管理庁、丸山次長。お答え申し上げます。 お尋ねの方針の対象となるご家族に対しましては、地方入管局から連絡するなどして、順次作業を進めているところです。作業の進捗状況は、個別の事案ごとに異なるものでございますので、まだ在留特別許可がされていない方々の心情に配慮する必要もあることから、作業の途中経過を明らかにすることは考えておりません。その上で、201の子どものうち、実際に在留特別許可,許可された人数については、最終的に明らかにする方向で考えております。 山田君そういう、せっかくいい取り組みをされているにもかかわらず、今の状況が全く見えていない、進捗が見えていないというのは、私は問題だと思います。今、どれくらい進んでいるのかということを、むしろ公表していく方が、今、政府が進めようとしている取り組みに対して、勇気を与えられている。もうすぐ 不安,不安な日々から解消されるんじゃないかと、でこの国で生活していけることに、すごく希望を持っている人たちに対してですよ、今のように進捗状況は明らかにできないとか、最終的に報告するということではなくて、むしろ進捗状況を報告していく方が進んでいるんだと、自分たちにもそういった声がかかるかもしれないというふうになると思うんですよ。 で大臣これ政治決断だと思うので、お願いしたいんですけれども、そういったこう隠すんじゃなくて、いいことをなさってるんですから、どんどんこれ、多くの人が注目しています、オープンにしていくべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか小泉法務大臣いや。まさにね、そこなんですよね、そこなんです、我々も部内で、まあ、議論をし、検討をしました。あのー、現実にもう許,許可 ををしししまますすとといいいいうことで地方入管局からら連連絡絡取っっててるるが到達しているご家族もいらっしゃいますただ、まだあそこに到達されていない手続き、201、名の方、同時進行じゃありませんので、順番がおのずとできてしまいます、早い遅いができてしまいます、その後ろの方にいらっしゃる方の心情を考えると、先頭がここですよということを申し上げる。 ことがどういうまあ反応になるのかまあそこを我々も苦慮しているところですまあ今日の時点ではあの到達した方がいるとそして速やかに作業を進めているというところにまあ留めえたいと思いますお気持ちはよく山田君はい私も大臣のお気持ちはよく伝えてきましたでその上でなんですけどあの。 こういったことはですよ、記者会見もなさっているので、積極的に広報すべきだと思うんですよ、今、こういうことで取り組み進めているということで、当事者の人たちは分かっているので、そういう人たちが手を挙げてもらえるようにすれば、一気に進むと思います、そういったことも踏まえて、一日でも早く子どもたちに自由を与えてほしいと、切に願いまして、私は質疑を終わります。ありがとうございました